今回ご紹介する昭和美人は女優の石野真子さん。1961年1月31日生まれ、出身兵庫県、身長156センチ、血液型 A 型。石野真子さんは以前もご紹介していますが、今回は好評につき第2弾です。新しい情報もありますので、最後までお楽しみください。ハンドバッグの製造会社の社長令嬢として育ち、 桜田淳子みたいにテレビで歌いたいと16歳で出場したスター誕生では桜田淳子や山口桃恵を上回る高得点を獲得。芸能事務所16社からスカウトを受け、1978年3月25日、デビューシングル狼なんか怖くないが発売。アイドル歌手として芸能界デビューします。キャッチフレーズは100万ドルの美笑また、 やえばと垂れ目であることをチャームポイントにしていました。ただ、当時は極度の男性恐怖症で、初出演映画9月の空の撮影で初めて男性とキスをした際には涙を流したそうです。その後、人気絶頂の1982年、彼女の大ファンを公言していた長渕剛と事務所や父親の反対を押し切り、20歳で結婚、芸能界を引退します。 引退直前には、篠山鬼神の撮影で、成純派のイメージを覆すセミヌード写真が雑誌ゴロに載り、乳首が見えているとファンが騒然となりました。周りを押し切っての結婚でしたが、結婚生活はわずか2年持たずにピリオドが打たれます。一部では長渕の DV も報じられましたが、シュートとの確執が理由とも言われています。1983年5月、 離婚と同時に芸能界へ復帰し、主に女優として活動していきます。1990年、舞台共演がきっかけで親しくなった疲労家春と2度目の結婚をしたものの、1996年に離婚しました。その後、妻公認の愛人になるなど、いろいろありましたが、現在は独身です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、昭和の美人たちを紹介しています。 よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。